日本全国みんなの心を晴れやかにする人を松岡修造が応援します。みんな頑張れ。修造さんが会いに来たのはむちゃくちゃ綺麗だな。伝説のオリンピアン、シンクロナイズドスイミング銅メダリスト小谷実可子さん56歳。なんと30年ぶりの現役復帰を目指していました。毎回練習のためにみんなで楽しいね、幸せだね、苦しいけど痛いけどでもこんな青春ないよね50過ぎてって毎回言ってます。充実した表情、実はその背景には過酷な現役時代が関係していました。1、2、違う、全然違う。しっかりしてよね、そんなもの。新しいアクセントなんかつけないで。死ぬんじゃないかなんてゆっくり思ってる暇もない。日本シンクロ界のパイオニアとして結果を出すのに必死の日々。引退後も競技の普及のために走り続けてきました。自分はスポーツを通してこんなに豊かな人生をいただいたんだから、お手伝いしなきゃ、応援しなきゃ、サポートしなきゃっていう、こうなんかそのギブギブしてる間に、なんかちょっともしかしたら自分をちょっとすり減らしてしまっていたのかもしれなくって、今自分のためにお金をかけてマッサージの時間を取ったり。栄養になるものを食べたり、自分のために何かをするっていう時間がすごく久しぶりで、私生きてる自分の人生っていうなんかね、誰かにギブ、与えるための人生でしたが、50を過ぎ自分のために競技をしてみようと思いました。そんな中で決意したのが世界マスターズ水泳。50歳以上の部に参加することにしたのです。しかしブランクは想像をはるかに超えていました。泳ぐたびに体に異変が出てしまいます。もうがっくりの連続です。もうがっくり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 。練習中もアイシングが欠かせません。内ももは内転を痛め気味でちょっと頑張って立てること。それでもASっていう競技自身が自分がやってきたものが、捉え方が変わったんじゃないですか。ますます好きになったし、いいな、誇りに思うようになりました。誇り？だってこのスポーツってこんなに多くの方々をこんなに生き生きと輝かせて、そして健康にさせて人生を豊かにできてるんだもん。そうした思いを強くしてくれた存在がいました。その御年なんと8月の世界マスターズ水泳で。30年ぶりの現役復帰を決めた56歳小谷実可子さん。現役時代より競技を誇りに思うようになった、そう思わせてくれる存在がいました。私が一緒に練習しているチームの中でも、80歳以上のカテゴリーでソロで出る方いらっしゃるんですね。80ソロがあるんですか。ゆっくり足を上げたり、ゆっくり泳いだりするだけなんですけど、80歳のこの年輪を感じる、足1本上げるだけで、うわーっと上げるのにもう練習だけで涙出ちゃうんです、私。年を取れば取るほど自分一人では頑張れないっていう。やっぱり仲間で頑張ろうねって、きついけどやろうねって応援し合う仲間がいること。やっぱり自分は仲間とか社会の中で生かされているんだな、仲間や社会あってのなんか人生なんだなっていうのを感じられる。そして今月開幕した世界マスターズ水泳。世界中から幅広い世代の人たちが参加。小谷さんも続きます。8人平均年齢 51.8 歳で臨むチームの演技。注目はこの後のリフト。小谷さん、笑顔で飛び出しました。見事金メダル獲得。ソロ、デュエットを合わせて3冠を達成しました。私人生でこう50に向かってこう上がっていって、そこから100歳に向かってなんとなくこう、ね、下がっていくのが人生だなと思い込んでいたんですけれども、いやいや人生50からだな。